You're listening to Shibuya Cross FM. Onga Mansion presents Life is Music.はい、今日も素敵なコールとともに始まりましたプログラム音楽マンションプレゼンツ Life is Music。 こんばんは、音楽マンション管理人の越野光弘です。毎月第1と第3火曜日の午後7時からの50分間、ここ渋谷クロス FM のスタジオを音楽マンションの管理人室に変えて、素敵なゲストや多彩な音楽家をお招きしてお楽しみいただきます。お手伝いいただくのは、今日はなかなか渋いチェックのパートの綾子さんです。はい、はい、皆さんこんばんは。本日も音楽マンション、ぜひ皆さん最後までご覧くださいね。はい、小松原綾子です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということでございまして、今日目の前にですね、レモンが置いてあるんですけど、はい、なんとね、これね、なんで置いてあるかっていうと、はい、幸せホルモンって知ってる、はい、セロトニンみたいな、ああ、なんかいろいろね、そういう種類はあるみたいなんだけど、うん、はい、これね、レモンを食べたり、うん、ね、こう香りをね、変えたりでもいいのかな、うん、はい、幸せホルモンが、ね、分泌してきて幸せになる。だ、今日なんか幸せな感じがしない？確かになんかね、いつも以上に幸せを感じますね。わかりませんけどね。でなんでそれが置いてあるかっていうと、今日はね、うん、この幸せホルモンを分泌させるレモンを媒介にしながら、ね、はい、高齢者の方たちとのコミュニケーションを取っていこう、はい、まあ、そういう素晴らしい事業に、挑んでいる、ね、方をゲストにお迎えしていると、こういうことなんですね。はい、はい、本日前半のゲストは東京王子にあります学校法人順定学園英語科の藤井健太先生、そして、卒業生で慶応義塾大学1年生の新旧さくらさんをお迎えして、毎年順天学園が実施している在校生 OB OG、 そして大学生による社会課題解決のためのビジネスプランアイデアコンテスト探究コンテストについてお話を伺っていくと、こういう仕組みなんですね。はい、これね、ビジネスプランコンテストって結構今流行りっていうかね、はい、まあ我々東証とか、それから、はい、北区なんかでもね、はい、やったりしてるんですけど、はい、これね、学校独自でやってるっていうのはね、なかなか珍しいと思うんですね。学校独自でやってらっしゃるんですね。先生、どうですか。はい、あ、そうですね、この探究コンテストは、まあ我々の学校がやっている英語探究という授業があるんですけども、まあ、その一つのゴールとして設置している、うん、そういうまあコンテストです。で、まあ、今世の中に、まあ、探究っていうのはすごく溢れてるんですけども、うん、うちの英語探究っていうものは、まあ、社会課題に絶対にもう実際にアクションを起こして、うん、生徒が自ら考えて、うん、で、プロジェクトベースの授業を行っていくっていうところが、うん、まあ、一つの、特殊性というか、うん、特徴になってます。なるほど、はい、今ね、画面の方にも、ね、出させていただいてるんですけれども、はい、実はこれね、 H を持ってね、何でしたっけ、順天学園の理念があるんですね。はい、英知を持って国際社会で活躍するっていうことですね。はい、それをベースにしながら、まあ、これをやってるということですよね。はい、はい、今ようやく出ましたけども、じゃあ次の方に行っていただいて、またその次ということなんですが、実はね、こういうコンテスト、はい、今年の3月、去年の3月と2回すでに行われて、私も実はですね、そのコンテストの審査員に加えていただいて、はい、もう生徒さんのね、素晴らしいプレゼンテーションを聞かせていただくということをやっております。はい、で、これ探究コンテストをそもそもこうどういう目的、今のその英語科のクラスとしての位置づけっていうのはどういう位置づけなんですか。そうですね、まあ、一つは越野さんにもご無理言ったように、はい、トロフィーとか支援をいただくっていう、はい、企業から実際に支援をいただく、これは、まあ、教員が先生挨拶してますね、先生ですね、営業をかけるっていうところもあるんですけども、はい、まあ、生徒たちがどういう企業につながりたいかっていうところで営業をかけていくっていうことも、まあ、ゆくゆくは目指していくっていうところなんです。なるほどね、こういう、はい、実は東京商工会所からは渋沢未来賞というように名付けたね、ものをお送りさせていただいてるんですけれども、はい、そういう中でですね、実は新旧さんお待たせをいたしました、はい、新旧さんが、まあ、先ほど申し上げたように順天の OG で慶応義塾大学の1年生、そしてね、はい、高校時代は、藤井先生の授業でも学ばれたと
いうことなんですが、新旧さんにとってその高校時代の探究活動っていうのはどういう活動だったんでしょう。そうですね、順天高校の英語探究では団地グループっていうグループに所属していまして、うん、そこで高齢者と、まあ、交流したりだとか、あと団地のお祭りのお手伝いをしています。北区はね、うん、大きい団地ありますからね。そうです ね, 確かにね、今回実はこのプロジェクトもね、豊島5丁目団地っていうところで、その活動も豊島5丁目でやったの。あ、そうです。あ、なるほどね。じゃあ同じ場所でっていうことなんですね。はい、はい、あとどんな活動されたんですか。そういうところ。そうですね、主にその豊島5丁目団地と、あともう一つの団地で活動したんですけど、うん、まあ、例えばライフヒストリー調査っていう調査を行ったりして、うん、その高齢者の人生を深掘って、まあ、それを形にしていくみたいな活動。なんかこうインタビューをして語っていただいて、 それをこうなんか自分史みたいなのを作ってあげるみたいな、そういう。そうです。それはいいよね。お話ししてるうちにいろんなことを思い出されるでしょ。そうですね、はい、あ、そういえばこんなことがあったよなんて、本人もね、すっかり忘れてることを ね思い出したりって、それはすごくいい大事なことですよ ね、はい、なるほど。で、こうそういう、こう、まあ、ある意味こう外に出ていくっていうような活動、ね、でしかもそれを題材にして自分のこう施策を深めていくっていうことをされたと思うんですけど、その高校時代の経験の中で何かご自身で変化を感じたことってありますか。はい、もともと私その探究活動を始める前はすごい消極的なネガティブな人間だったんですね、うん、だから探究活動とか課外活動とか全く興味なかったし、うん、取り組んでいませんでした。だけど探究活動を始めた結果、自分ってやればこんなにできるんだってことに気づいて、うん、まあ、そこから自信を得て、まあ、積極的に活動できるようになりました。あ、じゃあその先生、クラブ活動とかとは違う、その授業の一環みたいなところだから、そうですね、その生徒さんが選んだりとかいうことじゃないんですね。まあ、英語選抜クラスに所属している生徒は絶対その授業を受けるんですけども、うん、その中で高1高2で一緒に授業を受けてて、うん、まあ、グループに所属して、まあ、ゼミみたいな形ですね、うんうんうん、で自分たちが選んだフィールドで学ぶことができるっていうところが、なるほど、まあ、そういう意味ではもういやおうもなく、うん、こう、まあ、言い方ちょっと違うんだろうけど、やらされたんだけど、結果的にはすごく自分にとって素晴らしい変化があったっていうことなんですかね。はい、そうです、ね、全然だって消極的な感じしないもんね。そうそうそうねっていう、ね、感じでしたけど、 ね、それだけ変わって、ね、そういうことですね、変わられたっていう、ね、素晴らしい。これも、ね、うん、順天学園のそういうカリキュラムというかね、うん、探究っていう、そういう教育の成果なんだろうと思いますよ ね、さて、その、まあ、ご自身そういうことで変化、成長されたということで、いよいよこの新旧さん自身が、探究コンテストで発表されたビジネスプラン、東京レモンプロジェクトについて伺っていきたいと思います。ちょっとここで、なんか発表のシーンが出るかな、はい、ね、こんな感じでね、うん、これ、今年だっけこれね、これは去年、去年の、はい、3月にやったということなんですけども、はいはい、そして、プロジェクト全体がどんなものかというのをちょっと教えていただけますか。はい、一言で言えば、学生が団地に住む高齢者を定期的に訪問して一緒にレモンを育てるといったプロジェクトです。学生は月に2回程度2人から4人の複数人で訪問をします。で、訪問した際には、レモンの成長記録や高齢者の体調チェックを行います。なるほど、はい、その定期的な訪問っていうのは高齢者の安全というか健康の見回りにもつながります。また、高齢者の体調チェックを行って、その専門機関にそのデータを提供することで高齢者の、体調管理にもつながります。なるほど。今ね、福祉の世界ではこう施設を作って施設に来てもらうっていうものから、うん、そちらの、まあ、お宅だとか、うん、生活の場に伺って、うん、まあ、言い方としてはアウトリーチ型っていうんだけど、そういうことへの変換みたいのがあって、うん、まさにそういうことですよね、これはね。そうですね、はい、ということなんですが、これをやろうと思ったきっかけっていうのはどういうことなんですか。
そうですね、きっかけは2つあって、うん、1つ目が学生の挑戦を応援したいっていうのがあります、うんうん、で2つ目が、すいません、2つ目が、うん、の高齢者の孤独死を解消したいと思ったからなるほどね。やっぱりじゃあそういう、まあ、あのこその講談 の, その孤独死を解消したいっていうのは、先ほどおっしゃってた高校2年生の時に豊島5丁目団地でいろいろ活動している中で、まあ、そういう不幸にしてそういうことがあったということを見聞きしたりとか、もちろんその団地の中だけじゃなくてもね、そういうことだったっていうことなのかな。そうです。なるほどね、はい。で、高校時代は、まあ、まさにそういう問題意識でこのプロジェクトに取り組もうということなんですけれども、今これ大学生になってきて、で実際にさらにこれを実践していこうという中で少し考え方に変化が出てきたというふうに伺いました、はい。でそのうちの一つが、その孤独死をなくそうというふうに考えたんだけど、そもそも一人で亡くなることは本当にかわいそうなんだろうかって考えたっていうね。そうですね。すごいね。あなたいくつだっけ今今18ね、はい、ですね、はい。でこれはもう少しあなたの言葉で詳しく説明してくれる。そうですね、はい、一人で亡くなることに対する考え方が変化したんですけど、うんうん、私は今までその一人で亡くなることはかわいそうとか、うんうん、寂しい、悲しいとか、うん、そういったネガティブな感情を抱いていました、うんうん、ですけど、そういう偏見っていうか、うん、そういう価値観って誰が決めたんだろうって、うん、私たち第三者が勝手にそうやって決めつけてるだけじゃな、うん、だけなんじゃないかなって疑問に思いました。うんうん、なるほど、はいはい。で結局じゃあその大事なことは僕らも感じるんだけど、要するに一人で亡くなるとか現象的なことじゃなくて、そこの子に至るまでの孤独感をなくしていくとか、うん、そういうことに焦点を絞る、そんな風に考えればいいのかしら。そうですね。なるほどね、はい、そうなんだ。でじゃあ実際にじゃあそういう風にやっていこうと思うときに、その東京レモンプロジェクトのこうその学生の役割とか、それからこう高齢者との関係性っていうのもこう変わっていくと思うんだけど、それはどういう変化になっていく。そうですね、うん、今まではもうただ学生が定期的に訪問してあの他の住民とのつながりを作れば高齢者は一人じゃなくなるし、うん、それで孤独死が解消する、うん、なんかそういった単純な考え方だったんですけども、うん、ただつながったら孤独死が解消されるかって言ったらそうじゃないなって考えて、毎月2回こんにちはって言って行けばいいってもんじゃないとそうですね、そういうふうに考えたわけだね、うん、高齢者がやっぱり助けてほしいときに助けてって言えるような関係性がないと孤独死って解消しないと思うんです。分かるね、なんかさ、やっぱこの間うちもコロナだった時もそうだけどさ、なんか体調が悪くなってさ、一人で寝てる時にね、でうちの人たちはこう仕事行っちゃったりなんかしていないって言ったりあるじゃない。でそういう時にやっぱり誰かに連絡したいとか ね、 でね、でまあ、連絡いつでもできると思えば我慢できるけど、それがもし誰もいないってなった時の孤独感っていうのは、そう、ね、そうまさに心細いんだよな。そうなんですよね、本当にね、余計不安も増しますよね、一人だとね。助けてほしい時にそう言えるような関係ということですか。はい、あとそれは具体的にどういうふうにアプローチしてどういう関係になっていこうとするわけ。そうですね、うん、ただ私たち学生が訪問するだけじゃ、なんていうんだろう、高齢者にとってただの一人の学生じゃなくて、うん、その人のもう友達っていうか、うん、そういった関係性に、うん、を作りたいと。なるほど、その友達ってさ、やっぱり例えば、まあ、僕と小松原さんが友達だったとしてさ、やっぱり友達の関係ってなんか小松原さんと会うと楽しく感じるっていうこともあるし、それからそれと同時に僕が何か言ったことを例えばすごく受けてくれるとかっていうの、僕が何かやることに対して価値を認めてくれるみたいなこともすごく大切な、友達関係にとって大切な要素だと思うんだけど、はい、それをこう高齢者の方のお話に置き換えるとどういうことになるのかな。そうですね、うん、高齢者が、うん、まあ、私たちを必要としてくれるし、まあ、私たちも高齢者を、その高齢者を必要とされるような関係、うん、まあ、つまり高齢者が
なんか私じゃないとこのコミュニティが成り立たないとか、うんうん、なるほど、私じゃないといけない、うん、その一緒の関係の中で俺がいなかったらレモンが作れないんだよとかって思うとかっていうことかな。はい、そうです、そうです、そういうの大事かもしれないね、はい、なるほど。さて、そういうことで、これからの具体的な活動について教えていただきたいんですが、こんなにね、今日今画面にはステークホルダーが出てますけれども、はい、東京レモンプロジェクトの周りにはこうたくさんの存在がありますね。さっきね、後輩応援したい、高校生応援したいっていう話もされてたけども、はい、ちゃんと順天高校にも参加してもらうっていうことでね、はいはい、あとそれから面白いなと思うのはやっぱりレモンといえばポッカレモンだもんね、うん、はい、ポッカ札幌フードビバレッジさんが協賛をしてくれてるっていうかね、協力してくれてですね。そうですね、これはどういうきっかけで協賛してくれることになったの？他にもプロジェクトがあって、ね、磐田市で僕は実は農業の振興に携わるようなプロジェクトもあって、そちらで、まあ、ポッカさんのお力借りて磐田市とも連携してるんですよ。もともと順天学園さんとしてその磐田市のプロジェクトでポッカさんと関係があったわけですね。そこで広がりがあって、あでレモンといえばっていう話探究コンテストにも来ていただいて、あうちもみたいな。そうですか、はい、それはそれはね、後輩たちも巻き込んだ活動ということで、ますますこうやって広がりを見せていく。で、まあ、何よりも大事なのはやっぱり地域とのねつながりを取っていくということなんだろうと思います。はい、そして、いよいよですねレモンが植え始められたね。いいよ、まあ、ちょっとこれ先長い感じはしますけど、これいつ頃実がなるの？これこれは3年後になります。なるほど、そんなにかかるんですか？結構時間かかるんだね。まあ、はい、そっか、3年後に実がなり始めると毎年こうなっていくみたいな。あ、そうです、そういう感じだね。だから最初になるまでが大変なんですね。でこれがさ、結構これ何なの？つぶつぶみたいな。これはアゲハチョウの卵です。なるほど、はい、あでこれ幼虫が、うん、出てきて、はい、これ綺麗なアゲハに育つんだ。だけどこれ葉っぱとか食べちゃうから、そうですね、これどけてあげなきゃいけないでしょ、はい、これはなんかどけるどけなわけね、はい、みんななんかちょっとこわごわというかさ虫あんまり好きな女のね女子まあそうですよ ね、はい、なるほど、そうなんだ。こういう苦労しながら、じゃあ3年後だから2027年ぐらいかな。そうです、ね、そこでレモンが、まあ、こういうね大きいレモンになって、幸せホルモンの摂取に、ね、みんなで食べてね幸せになるっていう、こういう風になっていくってことですね、うん、はい、なるほど。先生、これここまで新旧さんのお話も伺ってきましたけれども、まあ、新旧さんを指導される立場でまたねこう少し遠くから見守られたりとかされてきたと思うんですけど、どうですか、一言ぜひエールを送っていただければと思うんですが。そうですね、私も地域でいろいろ活動しているので、地域に携わる仲間ができたなって学びのなんか学校の授業のための授業じゃないことを目的にやっぱこの探究って始まってるので、うんうんうん、それを飛び越えて活躍してなんか一緒の仲間になって、まあ、社会を良くしてくれるっていうのはすごく嬉しいので、うん、いや本当にね、はい、いやまあ今日は実はそのさっきの審査員としてね、僕は新旧さんのプレゼンテーションを聞かせていただいて感動したのがきっかけで出演していただいてるんですけども、本当にこういう若い方たちが、まあ、その一つの自分の中でね社会課題を解決するための方策をいろいろ考えられて、でしかもそして地域の人たちとこう関係性を持ちながら解決に向かっていただくっていうのは、こんなに心強い話はないよね。本当ですよ、もうなかなかできないことですよ。いやいや、そうなんだよ。だから、なんて言うんだろう、その度合いとかそれぞれみんないろいろ事情があるし、自分で働かなきゃいけないとかね、いろんなこともあるから、その関係性の深め方はいろいろあるんだけど、でもこうやってこうやっていくっていう気持ちがね、実際に行動にね移してらっしゃるっていうところが ね、素晴らしいですよね。それでは新旧さんからね、 これから、まあ、さっき3年後に実をならせてっていうことがありましたけど、その中長期計画の中でこうその間、まあレモン育てるのが目的じゃないわけだから、そうですね、どういうふうにそれをこうさらに深めていこう、こう進化させていこう、このプロジェクトをやっていこうと思ってるんですか？そうですね、私プロジェクトを始めたての頃はもう私が主語で
私がそのプロジェクトをどうやって動かしていくのかとか、うん、そういうことしか考えられなかったんですけども、うん、今はそのこのプロジェクトをやることによって地域がどうやって変化してほしいかとか、うん、高齢者とその周りの人がどうやってどういう感情を抱いてほしいかとか、そういう、なんだろう、地域とか社会にを主語にして考えられるようになりました。なるほどね。要するに逆に自分がどう変化すれば社会にまたいい影響が与えられるかとか ね、 そうですね、相対的な関係で考えられるようになってきたっていうのかな、はい、それは素晴らしいですよね。 このプロジェクトがさ、うまくいくかどうかもすごく大切だけど、うん、ね、新旧さんの人生にとってもさ、素晴らしい体験をされてる、うん、そうですね、私たちももうちょっと早く気がつけばね、こういうのがあったらいいなと思ってもなかなか、ね、できないですからね、うん、そうですね、うん、はい、じゃあこれね、まだまだあのここに参加をされる方、ね、ステークホルダーとして関わられる方、増やしていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、その方たちに向かってあなたの思いをちょっとお話しいただけますか。最後です。はい、そうですね、私はまだあのなんか至らない点があるというか、一人でもうすごいパンクしちゃうこともあると思うんですけど、まあ、ぜひ私とプロジェクトと一緒に成長していければと思います。はい、これ新旧さんのプロジェクトに参加したいとか関わりたいっていう人は、うんうんうん、とりあえず藤井先生に連絡すればいいかな。そうですね、順天の藤井です、はい、順天の藤井先生がマネージャー役ですから、はい、じゃあ藤井先生にぜひご連絡を取っていただいて、はい、興味があるよっていう方はね、はい、誰でも大丈夫なんですか。それは また学生のやっぱりそういうの、いや、それは相性もあるからさ、誰だって言ったわけじゃない。まあ、そういうことじゃなくて、やりたい人は基本参加して応募していいのかなっていう、一番いいのはお金を出してくれるってことで、そういうのはそういうふうに決まってるんですから、はい、ということですよね、はい、順天学園さんは、1834年天保5年ですよ。この人ね、このおじさん福田理研さんっていうんですけれども、うん、この人は日本独自の数学和算、ね、和算っていうんですかね、の学者さんなんですが、この方が順天堂塾というのを開かれたのを祖としてるんですね、スタートとしてるんですね、うん、でその見学の精神が順天九号、ね、自然の摂理に従って真理を探求することだ。これ実は私ですね、この順天学園の渡辺理事長とはもう四半世紀のお付き合いなんですけれども、昔からこのお話はね伺ってたんですよ、うん、ね、で今日この探究のねお話を伺って、実は、190年前の江戸時代から順天学園ではこの探究という言葉を大切にしてこられたということがね、うん、よく分かりました、この精神ね、こう探究していくっていうのはね、我々いくつになってもやっぱり大事じゃない。そうです ね、 ね、何もこう、ね、いろいろ興味を持って、ね、そういうことやってればね、うん、若い人たちにね見捨てられずにね付き合ってもらえるんだと思うんだよ。でそのことが孤独をね解消するっていうことにもつながっていくんだろう、はいはい、そのことを今日学ばせていただきました。ね、お二人に感謝したいと思います。藤井先生、新旧さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ますますのご活躍をお祈りしております。ね、頑張ってください。頑張ってください、はい、そんな一言みたいに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは越野建設からのお知らせをお願いいたします、はい、それではここで越野建設からのお知らせです。この度越野建設は第55回山のビッグバンドジャズコンテスト公式スポンサーとして協賛することとなりました。山のビッグバンドジャズコンテストは株式会社山の楽器主催の大学生ビッグバンドによる国内最大のジャズコンテストです。その歴史は今年で55年目にもなり、毎年全国多数の大学からバンドがエントリーし共演します。本日は山のビッグバンドジャズコンテストの担当の方より映像をお送りいただきましたので、ここでご覧いただきましょう。皆さんこんばんは。山のビッグバンドジャズコンテストのスタッフを務めています山の楽器の橋本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。山のビッグバンドジャズコンテストは創業132年を迎えた株式会社山の楽器が55年間主催する大学生のためのビッグバンドジャズイベントです。1970年に創設し、
これまで大学ビッグバンドやジャズオーケストラの技術向上、活動の進行に寄与してまいりました。これまでに延べ約4万人の学生プレイヤーが出場し、現在のジャズおよびミュージックシーンで活躍する多くのプロミュージシャンを輩出しているコンテストです。第55回山野ビッグバンドジャズコンテストの開催日は2024年8月17日土曜日、18日日曜日の2日間、両日ともに10時15分開場、11時開演を予定しております。会場は初の開催となる神奈川県川崎市カルッツ川崎、出演は全国の大学生ビッグバンド、オーケストラ35バンドです。現在 E プラスにて絶賛チケット発売中です。ぜひ学生ビッグバンドの熱い演奏をご体感ください。はい、ということで今から学生の皆さんの熱い演奏が楽しみですね。改めて一般の方もご覧いただけるコンテストの詳細ご案内いたします。8月17日土曜日と18日日曜日の2日間にわたって開催されます。会場は神奈川県川崎市にございますカルッツ川崎。チケットは E プラスにてご購入いただけます。前売り券は1日券3500円と2日間の投資券6000円が現在販売中です。当日は越野建設のブースも設置されておりますので、ぜひ皆様ご来場ください。以上、越野建設からのお知らせでした。はい、本日後半ゲスト、もう目の前にね、はい、実は三味線も用意して、おいでいただいていますが、津軽三味線奏者、そして民謡歌手の中村幸喜さんです。ようこそいらっしゃいました。こんばんは、はじめまして、中村幸喜です。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは綾子さん、プロフィールのご紹介をお願いいたします。はい、津軽三味線奏者、民謡歌手の中村幸喜さんです。民謡一家に生まれ、津軽三味線世界大会優勝の若き名手です。日本各地に伝わる民謡を中村さんご自身の感性で今の時代に合わせアップデート・リメイクし、世界に発信する活動を展開しています。先代の巨匠たちが紡いできた伝統を継承しつつ、さまざまな音楽分野との融合を通し、津軽三味線民謡の可能性を追求していらっしゃいます。はい、ということでございまして、はい、せっかくお持ちいただきましたので、はい、ここで我々のいつもの役得で、ね、三味線の生演奏を聴かせていただきたいと思います。はい、曲目は秋田民謡の秋田二方節です。よろしくお願いいたします。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、みんなに響きました、ね、一応、はい、ね、早速はい、お話も伺っていきたいと思いますけれども、はいはい、もう今もう素晴らしい手さばき、ね、まだ おいくつでしたっけ。今20歳です、ね、20歳にしてということなんですけども、はい、これ始められたきっかけはどういう。
ました。はい、私の実は祖父が津軽三味線とか津軽民謡をたしなんで、うん、もうプロで活動してて、うん、でその祖父のお稽古場に2歳とか1歳の頃から、うん、連れて行かれていまして、でそこにあった稽古場にあった三味線を、2歳の時にちょっとずつ遊び出したのが、うん、まあ、きっかけという言葉があれかもしれないんですけど、そういう流れで始めました。はい、2歳ってさ、今うちの孫2歳だけどさ、そんな、いやいや、ね、全然ね、まあ、最初はだから街でなんかこうバチンバチンと音出して、はい、それが面白くてなんていうことだったんだろうね、まあ、記憶にはないだろうけど、まあ、多分音が出て面白いみたいなところから始まったんじゃないですかね。で気がついたらでもなんかもう奏でられるようになってたっていう感じですか。そうですね、ちょっとずつこう音が出せるようになって、うん、で4歳ぐらいで本格的に津軽民謡の1曲が弾けるようになってたっていう。4歳でも弾けるようになってたんですか。なんか4歳ぐらいで、うん、津軽三下がりっていう、結構まあ割かしこう比較的難しい部類の曲ではあるんですけど、それを弾けるようになっていたと私はあまり記憶がないですが。はい、ねえ、やっぱり環境が ね、子供の頃の写真が出るかな。はい、はい、あ、これ何歳。これは7歳だと思います。結構これ大人用、うん、今と変わらないぐらいの三味線なんじゃないですか。そうなんですよ、実はこれ全く一緒の三味線です。あ、だからすごいよね、だからね、はい、本当にだから多分こう顔がこのぐらいのところで。そうです、ね、こんな感じですね、だから、はい、これはいくつぐらい。これ小4です。あ、もうこれはかなりね、もうなんか板についてるの感じがしますよ、すで、ね、に もう完全にこうね、うん、はい、ね、馴染んでらっしゃる曲に対してこう思いもこもってるっていう、うん、はい、なんかそんな感じですよね。そうですね、懐かしいですね、自分で見てもなかなか見る機会ないですね。そうですね、でもなかなかそれはね、おじいさんにとっても、うん、自分がこう極めて一生懸命やってきたものを、うん、孫がやり始めた、うん、こんな嬉しいことはないですよね。まあ、そのやれって言われたことは一回も実はなかったので、うんうん、まあ、自然に始めたので、まあ、喜んでくれてるかなとは思います。いや、そりゃそうですよ。でもだからこう一つの流れに乗ったら、あとはもうそんな変な厳しいこと言うよりも楽しませてた方が絶対続くと思うもんね。うん、多分そんな感じで、ね、そうですね、やってたんでしょうね。はい、そうですか。まあ、そういったことで、はい、もう、ま、ね、小学校4年生ってさ10歳だろ、まだ10年しか経ってないんだよ。確かに、だからさ、そうだね、だからさ、あれなんだけど、まあ、その10年の中で、うん、まあ、新しい世代というか自分たちの世代にも、はい、この三味線民謡の世界を伝えていきたいということで、はい、5月の22日最新の CD アルバムの、はい、発売をされたんですが、こちらですね、はい、これは、はい、民主主義の民に歌って書いてあるんだけど、これ何て読むんですか。はい、これ民歌と呼びます。この民歌ってこれ どういう意味。はい、あなたが作られた言葉。そうなんです、多分お聞きになったことないと思いますね、民歌っていう言葉。それは聞かないよね、はい、でこの民歌っていうのは、島歌ってお二人ご存知ですか。はい、はい、で島歌っていうのは、琉球とかそっちの奄美地方の、うんうんうん、いわゆるその人々 その生活の文化、また不習慣であったりとか、うん、まあ、そういうものに根ざした歌なんですけれども、民、うん、歌っていうのはこの日本全国各地に散らばっている、生活の、生活とか、まあ、文化に根ざした歌、うん、いわゆる僕がちっちゃい頃からやってきた民謡なんですけれども、うん、こういう民謡をこの中村浩輝、若い世代のこの中村浩輝の視点で、リメイクアップデートして、うん、現代の生活者のため、この令和を生きる現代の方のために、発展というか、まあ、こう届けているものが、うん、民歌というものになっています。なるほど、はい、ラインナップを拝見しても、まあ、オリジナルもあったり、はいはい、でその他に結構私なんかでも存じ上げているような、はい、津軽ジョンガラ節だとか、はい、それから宮城道夫さんの春の海だとかね、はい、すごくこう伝統的な音楽も取り入れられて、はい、これを中村さんの感性でアレンジして出してるって感じですか。そうですね、僕実は津軽三味線ユニット6弦というユニットを組んでて、その相方のこの中村拓也が、これは編曲してくれたんですけれども、まあ、こう民謡以外の伝統的な曲もこの Z 世代の視点でアレンジをしていくっていう曲も入っています。なるほど、はい、で今これ
その僕らの頃はその土曜日の午後とかあの地上波でも民謡番組とかやって、まあ、今でも、ね、ないことはないんだけど、はい、あまりそういうところで発表されるっていうことではないのかな。そうですね、まあ、そういう媒体で流されるのは結構本当、うん、ザ・クラシックの民謡、まあ、なんていうんだろう、正統派って言っていいのか分からないですね、まあ、で、うん、あの昔ながらのですよね、はい、うん、でそれに対してこういう、まあ、ある意味革新的な部分、はい、っていうのはそういう番組じゃないってことになると、今じゃやっぱりインスタとか、そうですね、そういうあれですか、はい、インスタのリールであったりとか、うん、また YouTube であったりとか、うん、まあ、そういうものを通じて一人でも多くの方にこの私の民歌として歌っているものを伝えたいっていう気持ちが今大きいですね。そのやっぱり令和世代に限らず、僕ら昭和世代もそうなんだけど、はい、民謡ってやっぱりその積極的に聞くジャンルで残念ながらないよね。はい、でもやっぱりたまに聞くとなんかすごくしみるものがあっていいなと思って、だからなんか少し距離があるっていう感じがするんだけど、そうですね、こんなに聞くだけで自分が日本人だったことに誇りを持てたり、うん、こうアイデンティティが持てる音楽なのに、うん、やっぱこう伝わってないのが自分の中ではやっぱ どうしてもこう悲しくて、うん、それをどうにかしてこうじゃあどうやって伝えればいいのかっていうのを今ずっと考えてるところですよね。まあ、世界各国こういろんなその民族音楽っていうのがあって、はい、こうその土地その土地のやっぱり風景が思い浮かぶような音楽ってあるじゃないですか、はい、だから日本の民謡も本来はそういうものであるわけですね、はい、だから逆に言うとこれからこうあの海外との交流、ね、国際的な、うん、あの交流がこう深まっていく中ではすごく大切にしなきゃいけない部分かもしれない、ね、はい、そうですね、国のアイデンティティとして言っても過言ではないと思います、うん、なるほど、はい、それではここで、またもう一曲、はい、YouTube の方に、載せられてます、青森民謡の宝牌節、はいはい、これをミュージックビデオでご覧いただくんですが、はい、これはこの民歌の、はい、アレンジになってる。そうですね、この民歌に入ってるこの民歌のこの由来にも一番こう強く関わってくる目玉でもある曲なんですけど、うん、なるほど、はい、でそのどういうところを工夫されたとか何かありますか。そうですね、今までのこう民謡アレンジっていうのは実は結構あったんですよ、うん、前例は、うん、なんですけれども、まあ、結構多くの方が和のベースに洋楽を取り入れるパターンだったんですよね。なんですけど僕の今のスタイルっていうのが洋ベースにこの和のエッセンスをこう部分的にこう入れて少しずつこう融合させていくっていうところをこだわっていますので、なんか さっきちょっとそれ面白い例え言ってたね、パスタで最後にバジルかけるか海苔のまふるかどっちかみたいな。でもあれ最後に海苔振っちゃえば結構 和にそうだよね、和そのものになっちゃうね、はい、トッピングみたいな、ね、はい、じゃあそんな、はい、形でね、はい、チャレンジしている青森民謡宝牌節、はい、聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Ooh.
はい、はい、また歌声がねいいね、うん、ね普段のお話で 今聞いてたんですけど、ね、今 あの映像を撮ったところは、うん、なんかね戦隊もの、ね、ドキチとして有名っていうか、はい、小松原彩子はもう戦隊ものに出たらどうですかって、ね、イケメンだからって言ってたって戦隊もの OK みたいな、ねまあまあ、その話だと思うんですけどでもさ、うん、あのこうビートの効いたっていう、うん、まさにさっきちょっと最後におっしゃられた、うん、こう洋風のものに、うんね、はい、乗っかる振りかけたっていうのがイメージとしてよくわかりましたね、うんうんはい、そうですね、はい、歌えば民謡なんですけど、うんうん、歌ってないこの感想とかインターンとことかは結構洋、うんうんうん、に近いかなと思います、うんね、なるほど、はいはい、ということでございましてね、はい、そして、中村さんのエピソードとして、ね、ものすごい注目すべきは2022年に世界的フィギュアスケーターの羽生結弦さんとコラボされてるって、はい、勉強不足だったんですけど、はい、いえいえこれはどういうきっかけだったんですか。これはもともと羽生さん宮城県なんで、うん、宮城県 の僕がお世話になってる音楽事務所の方に、うん、羽生さんが今回モンキーマジックさんのチェンジというプログラムを踊られて、でその曲っていうのがもともと三味線の音が入ってる楽曲ですので、それを今回生演奏、三味線生演奏でやりたいんですけど中村さんお願いできますかとオファーが来まして、それで実現したのがこのアイスショーでしたね。なるほど。なんかこれをきっかけになんか変わったっていうのってありました。一番はやっぱり見に来てくださるお客様の年齢層がガクンと下がって、なるほど、でまたその特性も変わったというか、民謡を知らない方も結構これをきっかけに僕のコンサートに結構足を運んでくださるようになった。羽生結弦より中村さんのがいいわっていう、いやいやいや、そういう女性ファンもいっぱいいたので、ね、なるほど、まあそれは冗談ともかく、やっぱりそこが今まで民謡というとどちらかというと年齢の高いところにつけてたんだけども、うんはい、まさに意図通り、はい、令和の新世代の人たちが結構来てくれるようになる、はい、うん、とかあとは、まあ、あとこう今までこう演奏していく中で、うん、演奏するっていうことをやっぱ一番にもちろん考えはするんですけど、うんうん、どうしてもこう弾くことで精一杯になってた自分っていうのがそれまでは結構あったんですけど、うんうん、このもうリハーサルからその雰囲気がもうなんて言うんでしょうね、羽生さんもこう滑るのは当たり前で、うんうん、その上でこう見せるというかエンターテインメントですね、見せる、伝える、うんうん、訴えかけるみたいな、なんかそういうなんかマインドをいただけたのもこのきっかけかなっていう、うん、なるほどね、はい、それはすごく大事なことかもしれないね。だからなんか俗に言う一皮むけたっていうかさ、はい、なんかすごく中村幸喜さんのこう可能性が広がったそのコラボレーションだった、うん、本当ですね、はい、本当にびっくりしましたね、はい、ということで、実はこれからコンサートが予定をされているということで、はい、そちらのお話をしたいと思いますが、はい、もうすでにねこの、はい、タミウタの、はい、リリースツアーということで、うん、春先から、はい、コンサート全国、はい、されてたんですけれども、はい、これから先については、こちらにありますけれども、はい、8月の11日に愛知県、はい、そして、8月の25日には東京銀座王子ホール、はい、10月20日が広島、10月27日が大阪と、ね、はい、まだまだ続きますの で、結構ねこれね番組各地で見ていただいてるんで、はい、ぜひねお近くの方、はい、行っていただきたいと思いますが、そうですね、ちょうど今折り返し地点なので、はい、一番直近だと11日の8月11日名古屋胸継、うんうん、ぐですね、日曜、ねはい、日です、はいはい、まあ、僕らもぜひね銀座にはお伺いしたいと思いますけれども、はい、なんかこうこれってこうセットリストとかっていうのはこう各地で多少変えたりするの。ちょうどこの名古屋から変わるんです。お、はい、それまではスタイルは一緒だったんですけれども、うん、一応この奈良、東京第一部、山口、この3つは、うん、どっちかというと1部は2部ようってこう、うん、完全にこうセパレート式の、はい、公演だったんですよ、うん、なんですけど11日からそれがどうなるかっていうところでちょっとぜひ本番楽しみにしていただきたいなと。なるほど、これまで行かれた方もまた楽しめると。そうですね、11日からはかなり変わってくると思いますので、はい、ちょっとまだ非公開らしいけどね、はい、なんかすごい、まあ、なんかちょっと究極のこうコラボレーションみたいなのもね、はい、予定されてるっていうふうに、ね、はい、伺いましたんでね、ぜひお願いします。やっぱりね、楽
なんだってね、イケメンは強いよ。いいね、ぜひね、これからこのね、津軽三味線のみならず民謡の世界をね、盛り上げていただければと思います。はい、ぜひお願いいたします。はい、本日後半ゲストは津軽三味線奏者、そして、民謡の歌手をされておられます中村幸喜さんでした。はい、ますます頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでございましてね、はい、今日もね、はい、お送りしてまいりましたけれども、はい、ね、渋沢栄一さんの新一万円札もね、はい、まあ、7月出て、はい、一つ、ね、もう1ヶ月ね、一段落しましたけれども、うん、まあ帰宅はね、はい、まだまだ渋沢栄一さんの力を借りながら、はい、いろんなことで盛り上げていきたいということでございまして、はい、秋にはですね、はい、ここにもゲストで何度も来ていただいている神田京子さんのプロデュースで、はい、声援寄せっていうのをやる予定なんですね。そうなんですか。で、渋沢栄一さんって実はね、落語講談大好きだったんですよ。へ、はい、そんなことも予定されたりとか、またここでね、また楽しみなイベントをしていきたいと思います。はい、それでは渋沢君の歌よろしくお願いいたします。青草の上に寝転んで小さな大の字描いたら大きなお空と目が合った ということですよね。はい、小島さんがそのまた9月に、うん、その神田先生をお迎えして10月ね、10月13日、うん、はい、そのイベントはどちらでやる予定なんですか。あのね、王子駅の近くにね、中央工学校っていう専門学校があるんですけど、ここにね、はい、ステップっていうね、素晴らしいホールがあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ここでね、やる予定です。うん、はい、新内の落語家さんね、そして神田京子さんっていうことでね、はい、なかなか素晴らしい、うん、公演になると思います。はい、またね、楽しみが。それにしてもだけど、やっぱりこう生で聞く三味線、迫力あったね。いや、やっぱりね、何ですかね、三味線独特の、うん、うん、なんかやっぱりこう迫るものがありますよね。なんか夏の暑さを吹き飛ばすっていうかさ。そうですね、なんか力強さもあるし、また始めたくなっちゃったんじゃないの、三味線はやらない。いいえ、とんでもございませんもん。結構似合いそうや、チン、トン、シャンとかってな、もうちょっと優雅なやつ。かっこよく弾けたらいいです ね、 ね、本当に。はい、ここでお送りしてまいりました。パーソナリティは音楽マンション管理員の越野光弘、そして、はい、パートのお姉さんこと小松原彩子でお送りいたしました。はい、音楽マンションプレゼンツ Life is Music、 次回は8月20日火曜日の放送になります。はい、まだまだ暑さが続きます。皆さんどうぞ、ご健康にお過ごしください。さよなら。さよなら。